ナフシモドキでーす。あ、止まってるよ今。普通しないで。皆さんこんにちは、こんばんは、レンレンキッズです。今日は今まで捕まえたり見つけたりした虫たちをいろいろ紹介します。虫が苦手な方は他の動画を見てみてくださいね。最初は少量バッタです。ぴょんぴょん飛び跳ねて可愛かったですよ。少量バッタってなかなか捕まえるのが難しいですね。思ったところに飛んでいかないので、だいたいどっか行っちゃいます。バッタさん、これはね、ほらちっちゃいからね。これはバラジムシです。壁に何匹かくっついてました。バラジムシはダングムシと違って丸くならないですからね。子供たちに人気なのはやっぱりダンゴムシですかね。これが子供たちに大人気、ダンゴムシです。もううちの子もいっぱい捕まえて、何匹いるんだよってぐらい捕まえてきます。ダンゴムシは丸くなるので可愛くて人気ありますね。ちょっと前にダンゴムシのフィギュアをガチャガチャで撮りました。ダンゴムシガチャも結構人気らしくて、すぐなくなっちゃうというか売り切れてしまうみたいですね。次はカヤキリです。キリギリスの仲間ですね。最初トンノサマバッタだと思ってよく見てみたら違いました。こいつは噛んでくるんで、捕まえるときは気をつけてください。手に乗せようとすると乗ってくれます。意外とおとなしいかと思ったけど、ぴょん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 飛び跳ねてすぐどっかに行こうとします。結構歩くのが好きなんですかね。トコトコトコって歩いてきます。触覚が結構長いですね。トノサマバッターは触覚がもうちょっと短いみたいですね、図鑑によるとですけど。これはコシヤキトンボというトンボです。本当は糸トンボを捕まえに行ったんですけども、いなくなってしまって、代わりに別のトンボがいたのでそいつを捕まえました。トンボさんは羽を掴むと油がついて飛べなくなってしまうので、胸のところを優しく掴んであげてください。体の尻尾の部分がちょっと白くなってますね。初めて見たトンボでした。アジサイを見に行ったら木のところにコクワガタがくっついていました。ふと見上げたらちょうどいたので捕まえてみました。ちっちゃくて可愛いですね。これはメスです。このサイズだったら挟まれることないんですかね。ハサミはちょっとありますけど、手に乗せても大丈夫でした。七不思もどきというのを捕まえました。七不思よりちょっと細いですね。動いてないと本当に枝と勘違いしますね。歩き方が面白いです。最近よく見かけますね。もどきではない普通の七不思は見たことありません。ヤスデです。ムカデは間違っても触らないように。カミキリムシのゴマダラカミキリという名前です。体に白い点々がいっぱいありますね。触覚も白黒白黒の交互になっています。捕まえるとカミキリムシ独特の鳴き方のキー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 鳴きます。箱に入れます。はい、これは別の日に捕まえたやつなんですけれども、名前が分かんなくて、これもゴマダラカミキリ
かもしれません。模様がちょっと少ないですけど、触覚が同じように白黒白黒です。昆虫は似たのが多いですからね、どれがどれだか分かりません。これはテントウムシの幼虫さんです。まだお空を飛ぶことはできません。これから成虫になります。なんか子供の頃にいっぱい捕まえた記憶がありますね。葉っぱによくついてた感じですね。そしてこっちが成虫になったナミテントウ、テントウムシです。飛べるかな、飛べるかな。この子はまだ成虫になったばかりでうまく飛べないみたいですね。飛ぶ練習をしてます。そうそうそう、今ね頑張って練習して飛ぶ練習中。最近テントウムシはこのナミテントウ、2つ模様があるやつですね、こればっかりで、7つ星のテントウムシが全然いないんですよね。どこ行っちゃったのかな。これはカナブンです。カナブン3匹いて、なんか喧嘩してるような感じでした。そういうことか。なんですかね、メスを取り合ってんですかね。結構羽音がすごいですね、やっぱり。あ、そういうことか。今は止まってますけど、これ飛んだらブーンって、飛んでます、すごい音しますよ。なかなか見れない、これ。あ、喧嘩してる、喧嘩してる。これは蜂の仲間ですね。尻尾がすごい長いんですよ。刺されそうだな。これは何かわかんないですけど、ウリハムシかもしれません。綺麗な色ですね。コフキトンボです。体がちょっと青白くなってます。塩辛と間違えそうですね。これはモンシロチョウです。他のチョウは動きが速くて捕まえにくいですけど、モンシロチョウは捕まえやすいですね。ご飯を運んでるアリさんです。運んでますね。お家に向かってんですかね。アリは結構力がありますね。自分の体よりはるかに大きいものを持ってきますからね。これはシデムシの幼虫ですだと思います。ちょっと大きなわらじ虫だと思えば可愛く見えてくるかもしれません。結構おとなしいですよ。ナゴムシみたいに足は何本あるんですかね。いっぱいあるのかな。見た感じ6本にしか見えないですけどね。ちっちゃいカマキリを見つけました。まだ子供ですね。今どうやらご飯中みたいですよ。これはアリを食べてるのかな。アリさんむしゃむしゃされてます。前に大きなカマキリ捕まえた時は鎌ですごいシャカシャカされて手が痛かったんですけど、このサイズなら大丈夫そうな気がしますね。ご飯中だったんで捕まえませんでした。足が一本なくなっちゃってるな。これはのしめトンボというトンボです。トンボの羽の先端ってこう黒くなってますけど、すごいですよね。みんな同じ形になりますね。体が黄色と黒の交互になってます。トンボさんも止まってないと捕まえるの難しいですからね。最後はオオホシカメムシというカメムシですね。背中の模様が特徴あります。動くのが早いんですよ。これ歩くとサササササーって、ほらこんな感じです。今回は今までに捕まえたり見つけたりしたいろんな
虫さんたちを紹介しました。これから夏のシーズンなので、セミとかカブトムシとかいろいろ捕まえたら捕まえられたいだいだいだい捕まえたいだいです。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。さよなら。